ひろさん。はい。俺とチームになろうよ。え、チームですか？チーム。え、もうチームですけど。あ、今じゃなくて。はい。これから社内のイベントで。はい。バイトチームコンテストってのが出てくるらしいんだけどさ。仲間たちと一緒にバイトのシナリオに挑戦するんだって。はい、面白そうじゃないですか。そう。で、4人集めなきゃいけなくて、最初にひろさん誘ってみた。はい、嬉しいんですけど、うなちゃん。本当？僕のこと一番に誘ってくれたんですか？うん、だってひろさんいつも一緒にやってるじゃん。あ、嬉しい。なんか喧嘩ばっかりだけどさ。はい。まあ、コンテストくらい仲良くできるかなって。嬉しいんですけど。そう。でねえ、ひろゆさん、これなんかね。はい。チームで上位行った場合は、はい、なんか金の。はい。ステッカーなんだろうこれ。え、なんかね、金のやつもらえるの。そう。ちょうだい。だから俺まだ持ってないよ。あ、ちょうだい。持ってないまだ。これから頑張るよ、一緒に。あ、一緒に頑張る。頑張りましょう。ひろさん？はい。社内のイベントのためにさ。はい。せっかくだからプライベートナイトで。ひろさん？はい。聞いてる？え、聞いてますよ。何してますよ、僕。ちょっとだけ練習しようよ。いいですよ。うん、ステージまだどこかわかんないけど。はい。はい。これ荒巻き砦で、やっていきましょう。はい。はい。やっていきましょう。ノルマ4なのでね、2人で。あ、4つなんですか？多分簡単だから。どうした？うなちゃん、助けて！助けてじゃない、トシ行ってきて、バイト、練習だよ。練習、行ってきて。だってですよ、これ。行ってきてください。俺なんてダイナモなんですから。うなちゃん、やっつけた。ナイス、もう1匹出てきたよ。はい。あ、ありがとう。で、俺入れるから、ヒレさん適当に投げといて。はい。なんかさ、4つだって簡単だね、2人で。そうですね。ねえ。俺入れるから、じゃあヒレオさん全部倒してきて、これ練習。はい。バイトコンテストでもさ、面白そうだね。そうですね、面白そう。こういうの初めてだよね。確かに。ビッグランはビッグランであるけど、また別のさ、はい、イベント来るとは思わなかった。しかも新しいお菓子らしゃけ。なんかもういいですね、3盛り上がってて。ね、3いいね。いいですね。普通になんかこんなにいっぱい来ると思ってなかったので。そう、しかもさ、ガチマッチとか盛り上がるのは結構あるけどさ。はい。しゃけだよ。すごいですよね。おしゃけこんなに人気になると思わなかった。サーモンランガチ勢の方が喜びます。かわいい。待って、かわいい。あ、なんですか？かわいいこれ。あ、終わっちゃった。シャケが今なんか爆弾に邪魔されて動けてなかった。そう。あ、やばい。危ない。こんなとこでやられたら俺社内のバイトでバカにされちゃう。はい。何？バカにされちゃいますよ、なちゃん。ヒデオさんにな。はい。え、またローラー、ああだ。またローラーなんだ。またローラー、ああだって。上げ足を取ってくれば。違います、面白いから言ったんですよ。いや、でも、あれだね。何ですか？社内コンテストに向けて頑張れるじゃん、これから。確かに。だって、順位また出るんでしょ？はい。めっちゃ楽しみよ。ゆめちゃん、走る強いです。え、走る倒せるよ、ひろさんなら。走る強いですよ、これ。当たんないです。当たんないんですよ、柱。ひれず早く上の倒して。柱当たんないです、ぬちゃん、これ。ねえ。いや、本当に当たんないんですよ。倒して。当たった。せっかく。危ねえですよ。ひろさんさ。はい。ふざけてたよね、今。ふざけてないですよ。一生懸命当てようとしてました。いや、絶対ふざけてたよ。ふざけてないですって。直接入れなさい。なんで下に置くんですか？違う、怒っちゃったんです。あ、怒っちゃったんですか？はい。これ倒しとくので。はい。はい、僕も倒したので。ちなみにこれ今一人前でやってるんですけど、二人で。はい。今度はなんか伝説もやってみるか。そうですね。二人でですか？はい、二人でも。難しいじゃないですか。だってチームメンバー今二人で。確かに。今後誰か誘う予定はあるんですか？いや、ない。二人。
友達うなちゃんいないからか。うなちゃん吹っ飛ばされてるぞ今。おひげさんはいないの友達。僕うなちゃんしかいない。俺ら友達お互いしかいないのにさ、最後の友達で喧嘩してたんでしょ。そうだよ。俺ら危ないな。最後の友達で喧嘩して。最後の友達じゃん。危ない危ない危ない。危ないですよ。危ないよ。次絶対ローラーだわ。え、そんなことないですよ。いや、ローラーだわ。お。おなちゃんが言うからですよ。ひでおさんがローラーやん。難しいじゃないですか。だいぶ。これひでおさんの好きなクワッドだ。いいの。やった。倒してクワッド。あ、でも倒すのひでおさんに任せるか。コロコロしといて。じゃあモグラ倒してよ。ナイス。え、コロコロ、俺送っとくからさ。はい。ちゃんと倒しといて、ローラーなんだが。わかりましたよ。あ、いってらっしゃい。うわー痛い。モグラ倒しとくから。はい。オッケーオッケー。よいしょ。で、スペシャルも使っていいからね。おい、スペシャル？じゃあ僕使っちゃいます。いいですよ。ナイス。うい。あとどこですか？このくらいなら2人でもできるな。とりあえずノルマが行ったから死ななければいける。うい。いいです。いいです、ヒルさん。うい、ナイス。ヘビ来てるよ。うい、ヘビ引いちゃう。いいナイス。うい、ブグチュー、ブグチュー。逆側からヘビ来るよ。うい、逆ヘビ。ヘビやるときヘビとか危ないかも。事故りそうじゃない？確かに。これだけ危ないかも、気をつけないとね。危ないですよ、これ。ごめん、ごめん。次俺倒すからいいよ。おい。殺して、コロコロしてくれたらいいよ。いや、もうなんかちょっと怖い言葉聞こえたんですけど。痛い、なちゃん！ああ。やられちゃった。うい、大丈夫。はい。これ塗りまーす。はい、ナイス。まあ、いけるな、二人でも。二人でもいけますね。まあ、いけるな。死んじゃったけど、僕。いや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 、犠牲は、あるものだからね、鮭に。確かに。なんで、うなちゃんじゃなくて僕がやられちゃうんだ。ローラーはやられる宿命。待て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 。よし、チームのメンバー、まあ、ダメ元で探してみるか。うん。うん、頑張ろうぜ。頑張ろう。僕は、ここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。助けて！